鷹之助の姿が見当たらないようだが。勝てる。勝てない。こそこそ。 来たな。僕は雨子重雄師。見習い。山中鹿之助。この砂が。あれ。なんだっけ。入れるんじゃない鹿之助。おやっさんがいなくたって。僕だけで不足の一人や二人。鹿さんはお休みなの。 孫の重勇士、奴らを全員倒さねばこの地は落とせぬということか。皆の者、ここは一つ拙者に任せい。卑下などするな。そなたもまた一番星よ。 撫でるだけで人は倒れていくのね。眠り狂いたい。眠りたい。おい、 鹿之助のやつはどうした。今、親父さんが残業中です。見習いだってのに無茶しやがって。こんな時のために鍛えてきたんだ。逃げ足を。行くの飛行を与えた拙者はここまで。みんな安心してください。神様は僕が必ず見つけ出しますか。 それにしても先ほどの少年は一体何だったのか。兄者め、こんな風に育てたこと自体は紛れもなく悪だぞ。増兵でも良いではないか。我らこそ至高の増兵よ。連戦連勝ってか。 お願い。新しいお花を摘んできて。眠り狂いたい。眠りたい。もう疲れたの。
まで来たんだ。もう逃げねえぞ。卵は砂と共に育った。我らの自由はここにある。連れて行ってあげるね。優しい思い出の中に我らの旗を掲げよう。敵方にしかと示すのだ。国の父ちゃん母ちゃん元気にしてるかな。拙者どこまでも突き従う所存。あなたも位置をかけてみれば。長政さん、勝負にもっと身が入るかも。それがしの武勇、存分にお使いくだされ。いつか一人前の武将に、はあ、下手に、幾千もの夜と孤独がむせびなき砂の防壁は生まれた。君は小砂を感じたことがあるか。とても寂しくて、このぐらい場所に。行ってらっしゃい。長政様を縛れと仰せつかったが、いいのだろうか。壁の位置が変わっている。こちらは問題なし。他に回るといたしましょう。引きずり込んでやるのさ、俺たちの砂の世界に。俺、アザイ軍にいてよかった。理由は聞くなよ。勝てる。成功したの。みんな、もっと位置に近づいて。ああ、下手人を捕まえた。でも、そこにいる。春様は伊豆っぽい。さっき鹿を見たような気がしたんだけど、こんなところにいるはずないよな。見ろよ、あいつらのあの組み合いそうな顔。死んだ人はね、あちらの騎士でお花になるの知ってた。イッチ、働きすぎよ。あら、情けないお玉、悔しがってるわ。儚い。しかし
なんて美しい。もう疲れたの。ちょっとぐらい手加減してくれよ。あれ様発見。え、僕を総大将に。やったにござりまする。あーよく寝た。おやさん、なんでそんな怖い顔して。これはこってり絞られるぞ。おやさん、ほどほどにな。あの戦いをもっと近くで見ていたい。今度こそ僕たちの出番っすね。
よし、行きましょう、おやつさん。ちょっと待ってください。おやつさん、オツの拝着。山中鹿之助、操作開始。おやつさんと一緒なら一人前以上に戦えるんだ。あなた、ワンマルに少し似てる。背格好だけじゃなくて、跳ね回る気配か。ランマル、確か行方不明っていう魔王様の家臣ですね。これは事件の匂い。え、お前はまだ若い、焦る必要はない。わんぱくでもいい、たくましく成長しろ。わかりました、おやつさん。長政様と一緒に誰も知らないところに行きたい。あなたが悪いのよ。長政様を撃とうとするから。そこにいるの。キリンジって言っても、おやつさんがキリンで僕が子供ってことじゃないですから。おやつさん、わかったっす。下手人の師匠だよ。打ち塗るは夏の夜の儚くも後の名を。